日曜の夜いかがお過ごし。それでは本日も終わります。激アツシオルフェドルだ。イエイエーイキュイキュイデイ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。さあ、ということで皆様、お待たせいたしました。ご賞味ください。激アツシアルフェドルだ。イエーイ。キュイキュイ。テイ。合ってます、合ってます。大丈夫です。さあ、ということで、どうもこんばんは。こんばんは。こんばんは。元気してますか、皆さん。さあ、今週もやってまいりました。激アツシアルフェドルだ。確かに。うるせえよ。ミヤコだよ。さあということで、さあということで、そうです。私キサラギミヤコと申しますけれども、はい、まあまあミヤコさん、まあまあまあ、なんだよ。いいじゃないの。ダメよ。いいじゃダメダメ。参戦。あ、そういうじゃな。マウンを持して。そういう感じだね。我らも。ユーツ映ってなくない？ユーツ映ってないけど。今日多いね。あ、多いですね。多いですね。本当にちょっと詰めて。はい。詰めて。あ、じゃあもう揃いも揃ってこの5人組でね、本日はちょっとやっていこうかなと思います。じゃあもう一回やっとくよ、ちょっともう一回やっとく。もう一回やってみますか。さあ、皆様ご視聴ください。参ります。激アツシアルフェドルだ。イエーイ。キュイキュイテイ。はい、ということで、本日はですね、やばい、真ん中まだ来てる、さすがに。でもこれはね、もう前菜の来た。はい、ウサラ来ましたよ。ダブルゴリラです。どうも。じゃあ自己紹介でもしとく？しょうがないから。まあそうですね。じゃあ僕から行きましょうかね。あの、僕の眼帯の人ね、眼帯の人今日肉厚率。そう、眼帯の人だって肉厚に隠れて眼帯薄くなってるもう肉厚が半端ないから。肉厚が今日5分の5あの、鳩骨ですからね。100% なのでね。さあ、ということで、私はですね、宮子と言いますからね、皆さんね、よろしくお願いしますよ。宮子でーす。めっちゃ回ってんな。めっちゃ回ってるな。めっちゃ立ってる。めっちゃ立ってる。次どういう順番？せいはせい。あ、どうもー、髪黒くしました、せいです。ちょっと清楚系な感じなんですけど。そうですよ。彼がせいですからね。そうですよ。あ、じゃあ次、あき。あ、どうも。言っちゃってるけどいい。ゴリラになりました、あきです。おそらく最後であろう。いや、それ言わないで、あんま。なんかあれじゃん。寂しくなるじゃん。俺それ以外じゃ拾わないからね。それ拾わないから。ハマグリ先輩。ハマグリ先輩、おぞす。お、ハマグリ先輩、おぞす。座れよ。じゃあ次、ゆうと。はい、リュートです。リュートって誰？なんかちょっと名前間違えませんでした。どこに？リュート。あ、ほんとだ。リュートって書いてある。誰？そうですね、ゆうとです。しかも俺に関して名前聞いたの。ゆうとです。まあ、それしょうがないよ。そう、金髪がゆうとですからね。こんばんは。あと、肉髪先輩、最後。すぐ自分を褒めたよ。そうですね。今二課先輩の番。二課先輩。人多いな今日。暑い。暑くなってきた。今度声を上昇します。カイです。よろしくでーす。ゆるいや。ゆるい。こんな感じ。そんな感じですよ。あの、まあ真ん中バラもあったけどね。そう、もう完全にもなんかあれだよね。ホスト感は一切ない。ない。なんで大学生だ。これ何のあれってなりますか。マジでこれやばいっしょ。大学生調子の人でニコ玉出ちゃいましたもんね。本当だよね。ユウトが一番ホストっぽいわ。あ、本当だ、ユウトが一番ホストっぽい。いや、アンケートいく。ハマグリ先輩に関しては完全に中二病でした。早くない？大丈夫？あれまだ早いから。アンケートいく。ファッションなんとかしよう。これは誰か、誰について、誰誰誰俺かな。でも今日に関しては俺じゃないでしょ、多分。でも T シャツの件がありますからね。 T シャツの件がある。 T シャツの件って何？インナーがダサいって散々言われてる。宮古インナーダサいってずっと言われてる。これは色違いもう1枚ありますね。色違いもう1枚あります。2枚買っとこうかって。ゆうたと服買いってこれパッて見つけて、もう俺選ばないから、ただパッて見つけて、あ、これいいじゃんっつって、これでもいいってことはこれ色違いもう1枚買った。簡単。眼帯の話？眼帯じゃねえよ。なんでユウトの2人はガーゼ選びに行ってんだよ。シルバーとゴールで。ガーゼもね、中のガーゼも。金箔、金箔。中のガーゼも選ばないと。中のガーゼ。
ほんとね、黒いガーゼはすごい汚れが見えるねえよ、バカ中二病チックなガーゼそういうところでね、こんな感じでね、お送りしますんで、皆さんめっちゃ眼帯光ってますね。マジ眼帯光ってる？わかんないです。うん、なんか光りすぎて、なんかすごいな。どれどれ、眩しいな、眩しいな。眼帯が、眼帯が光りすぎて眩しい。外す？サラギフラッシュ外す？でもこれがもう、バッてきてる。いや、外すとでもね、なんか変わっちゃうからな。変わっちゃう、いろいろ変わっちゃう。どっちもした方がいいんじゃない？変わっちゃう。人はこれね、バルスって呼ぶからね。バルス、はい、ちょっとウケが少ないんじゃないの？これ今日リアクションの研修したんですけど。そう、リアクションの研修したじゃん。あのでも、できなかったっす。なんでっていうより宮古以外ツッコミがいないから。ふざけんなよ。基本ボケ、みんなボケたい、ボケたい派なんで、みんな。そうか、ボケたい派か。だから宮古ボケちゃうと、ボケちゃう。なんだしゃべれよ。さあ、ということで、あ、希望ね、お送りしたいと思いますので、ちょっとうるさいな。あ、どうも。ちょっとうるさいな、大丈夫か。今日何の話する？あ、いいよ。お、言うといいよ。いいよ、積極的な態度好きよ。しゃべれよ。つれーよ。おい、ちょ、マジデブ、苦笑いやめろよ、マジデブ、どのデブ。いや、多分ね、今日分かんないけど、多分ニコ生出演した多分番組の中で一番平均体重はものすごいあると思う。あ、体重の話する？まあでも、あ、体重の話する。じゃあ体重の話にしようか。じゃあ今日体重の話にしよう。体重の話、身長と体重で出そう。みんな一番不利なやつや、これ。え、じゃあお前身長何センチやん？165です。盛るなよ、これ持ってねえよ。持ってねえよ、マジだこれ。体重は72。いや、こいちっちゃいな。これちっちゃいな。大丈夫、これ終わった後みんなブルーな気分になったな。あ、ブルーな気分にはなります。みんな得しないですよ、誰も得しない。みんな傷ついて帰ります。あ、72なんだね。なんでよ、なんで俺の声でかい声で言う。え、72キロなの？そうそうそう。え、72キロもある。162で5だわ。65と72で、おい、言わせない。いい。せいは？俺は179の身長はね、体重が、まあ、最近ちょっとよく落ちて、ただ測る前だと74ぐらい。74ぐらい。あ、でも74もあるんだね。意外とデブに見られないですよね。意外と気痩せするタイプ。見えないもんね。結構デブなんですけど。そうそう。なんかね、この5人が集まるとなんか宮古さん痩せすぎってなるんだけど、俺実際そんな痩せてねえから。いい体してますよ。そう。痩せてねえから。変じゃん、硬いやつ結構集めてきた感じ。え、でも俺はだって169センチの63キロだから。興味ないよね、みんなね。ごめんね、なんかね。ナイスバディ。いいよ、たくさんだけ。あ。デブちょいちょい何どこのデブに言ってんすか。いや、それ、それどれ、どのデブか選択して。大一緒、トトロと一緒。トトロと一緒。あ、トトロでしょね。え、じゃあ、大トトロ。大トトロは大トトロ。大トトロ今日大トトロ、カイさんね。そう、で、小トトロ。コ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 トトロ。中トトロ。中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 トロ。え、お前は174の78キロです。結構みんなあるんだね。結構え、みんな70以上言うて意外とあるもんね。意外とあるね。え、オートトロ。あ、オートトロ。オートトロ。オートトロは、オートトロに関してはトトロでいいんじゃないですか。俺がメインで、みんなはなんかそのチビ版みたいな。ついてくるんですよね。そういうことね。身長はまず、身長っすか。身長は168ですね。おお。ありがとうございます。ありがとうございます。体重は？体重は82キロですね。デブやん。ただ言いたいのは、この中で俺が一番先輩だよ。やべえ。ただね、そこだけは。やべえ。なんで上から来てんの？お前ら分かってんだろみたいな。立てろよみたいな。暗黙の了解よ。だとしたら、ちょっと身長と体重披露させたのは間違いだったそもそもね。そもそも間違いだった。今さらそこは別にいいんだけど。じゃあまだ違うの。中トトロくらいだと
や着痩せしてとかちょっとドレープ柄でちょっと胸板隠してとかやりだすじゃん。やりだすやりだす。ちょっとなんかサルエルでちょっと足の太さごまかしてとかあるんだけど、これくらいになると別に何でもいいんだよ。何言ってもいい。そう、逆に逆に一周回るやつ。初回の国もキャッシャーのクマさんって言われる。そうそうクマさんって言われるからクマさんです。キャッシャーの人かわいいって俺今日めっちゃ聞きました。世の中の結構デブ戦じゃないですけどちょっとこうくくよかな感じ多いもんね。カイさんまたか AD さんって聞かれますよ。そうっすね。でも真ん中内筋、AD? あ、真ん中内筋ですよ。あ、内筋っすね、はい、内筋です。内筋っす、内筋っす。あのね、エッチな、エッチなデブ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 、HD にしよう。ダコしたらね、ダコしたらね、ハードデブみたいな。ふぅーって、高速で揺れてます。高速で肉揺れてます。あー、よかった、カイさん楽しそうで。あとで全力で謝ります。そう、カイさんはあのキャッシャーの内勤さんですよね。あ、そうですね。そう、基本キャッシャーちゃんと深取りしてもんね。そうですね。で、開けていただいたら大体最初俺がお出迎えします。そうそうそう。スペデンタを蜂蜜持ってるの。カイさん知らない人いないはず。蜂蜜持ってしんわ。そうですよ。まあでもあの指名もできるんでね。この顔出ちゃう。で、トトロ指名もできるんで皆さんよかったら。そうっすね。全然あのメイちゃんもサツキちゃんも全然喜んで。真ん中の人に異次元好きでしょ。結構いじられるね。そう、いやでも前回も二次元っぽいってのは言われたけど。あ、二次元っぽいは散々言われてますね。だからメガネなんでしょうね。そう、まあまあ、あとまあ体型かな。そうだね。あとこれリュックサックしょってたら完全だった。リュックサックからポスターはみ出たらもう完全にチェックシャツだよね。チェックシャツ、チェック、チェックシャツ。人は多分これ向かうとこ的なしと言うんだろう。そんなに別に美少女ものがどうこうってのはあんまり俺はないんだけど、ガンダム好きやね。いやでもガンダム語られたらすごい長い。ガンダム本当もう鬱になる。鬱になるマジで。その後遺症が浜口。後遺症、もう後遺症。後遺症出てる。代償が。代償左で中二病か。あ、結構やっぱガンダム好きな子いるんだね。あ、そうなの。本当だ。何ガンダムが好きですか。ベータガンダムとかあるよね。で、まあ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 。ゼータガンダム。いやでもそこら辺俺に喋らしちゃうとニコ生終わっちゃうぜ。じゃあやめましょう。それはやめといた方がいいんだ。それはカイさんが個人でちょっとニコ生配信してくれる。次回へってなりますから。シャアが好きな子だけ僕に連絡もらえれば。そこは得意なんだね。そう、まあまあそこ、まあ、昔のやつだけどね。まあでもあれよ、別に最近のなんだっけ、出てこねえ。本当に好きなんすか。ユニコーン終わっちゃった。あ、ユニコーンも好きよ。ユニコーンも好きだけど、シードとかそこら辺も好きよ。うん、そこら辺も好きだけど。これもなんかもうタイトルが激アツ CR フェデルタでガンダムの話するってめっちゃ面白い。寝落ち感半端ない。でもしていいんだったら僕はいくらでもしたいんだよ。ガンダムの話ね。ガンダムの話。ちょっと今日はすごい、ちょっとアメトークっぽいですね。アメトーク。ガンダム芸人。ガンダム芸人。ガンダム芸人。え、なに共通の好きなことの話とかないの。いいじゃないガンダムっすかね。ヤクさん、いいじゃないよ。ガンダムいいじゃないよ。ダメよ、ダメダメ。それ正解。このなんだこの退院してきて早々この感じなんだマジで。なんなんだ汚れ役芸人か。いいじゃないいいじゃない。2回目はダメだよ。絶対面白くならないやつだからこれ。俺知ってるからそれ。いやでも試してみないとやっぱ。うるせえよ。ものは、ものは試してみないと。ニヤニヤしながら言ってんじゃねえ。悪い笑み、悪い笑み。激アツ HD フェデルタ。本当ね、ダメよね、本当ね。ダメよ。あれは何、流行ってるんでしょ最近。ダメよ、ダメよ。いやもう今すごいですからね。いやそこに乗っかっちゃうのがもうちょっとミーハーダメよ。え、あかんわ、何言ってもそっちになっちゃうわ、もう本当に。え、乗っかってもいいじゃない。ないのよ。だから、ダメだよ。リアルなやつや。ダメだよ、それは。ダメだよ、ダメだよ。ダメだよ。涙目なってない。ダメだよ。涙目なってない。泣いてるんすか。ちょっとね、あの、笑うじゃん。笑うとさ、これがだんだん下がってくんだよ。そうするとなんかギュッてこう上まぶたが下がらないから、結局まばたきできなくて涙目になるっていう。右目めっちゃうるさい。かわいい。ごめんごめん、ついつい。さあ、ということで、あれやっとく？アンケート。アンケート。そろそろ。アンケートどうした？
それあれじゃないですか。え、ナイキの T シャツこうやって出るよ。ナイキの T シャツなんて書いてある。あ、じゃあ何アンケートかちょっと考えておくわ。え、まあとりあえず俺の T シャツは見せておくけど。ホリデー、ホリデー、ホリデー、休み、休み、休み、やばない。だってフェデルタ来てなんかいらっしゃいませってバッて入って、あ、いらっしゃいませとか出てて、ここにホリデー、ホリデー、最悪や、最悪や、最悪や。ただそれダメだよ、その T シャツ。ただホリデーやばい。まあ、仕事中はこの格好はさすがにね、普段してない。 T シャツに関しては宮本さんはあんまり意見は聞いてない。そうだ、俺だってもう何書いてるか分かんないもん、もはや。何それ、もう何ですか、景色ですか。これこれあれだよ、草タイミングでさあ、ということでバッサリ後半もまだまだ続くよ。激アツシアルフェデルタ見てね。お前のことが好きやけん、ずっと一緒にいるさ。本営と書いてマジなんだよ。お前の太陽に俺はなりたい。ダメかな、誰の女にもなるな。俺の女になれ。プロポーズされたいならソウル。どうやったら売り上げ上がるんすかね。ぶっちゃけ給料いくら。忙しいから。その時はいくらなんですか。これ、これ150万ぐらいかな。実はいくらですか。15万。給料いくらですか。15万。賞金 80% バック。入店祝い金高額支給。BS グループ。ワンドリンクフォートモロー。いっぱい飲んだ次の日って冴えないよね。せっかくの可愛い顔が台無しだよ。余分を内側から取らなきゃ。飲んでも綺麗を守る。飲むなら。セキュリティフィールベター。激アツシアルフェデルだ。イエーイ、キュンキュンデイ。さあ、ということで、後半いきますけれども、ちゃアンケートする。アンケート、アンケートする。何アンケートをするんですか。何、それを今からみんなで考えるっていう、そういうあれなの。そのね、任せっきりは良くないの。じゃあそこは取り締まって欲しいな。ちょ、それはみんなで考えよう。じゃあみんな考えよう。眼帯何色が好きとかどう。オーケー、それでいいだろ。誰得やん。それ聞いて誰が何を得するねん。視聴者最強にくだらないアンケート。眼帯してる人としてない人どっちがいいかな。あー、じゃあ眼帯してる人としてない人ちょうだい。あの、1対4なの。多分、病です、ね、1 vs 4 なの、今日は。そういう感じなの。めっちゃキュン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 。めっちゃ回ってる。これめっちゃ回ってるね。めっちゃ当たってる。めっちゃパトランプ回るやん。真ん中の人ゆるキャラ。あ、でもさ、ぶっちゃけ世の中の、女性たちはまあ、ぽっちゃりと痩せてる方、実際どっちが好きなのか。あ、そこ行きます。あー、なるほど。肉厚でだからね。そうそう、肉厚で。肉厚で。肉厚で。肉厚でだからね。そのインフォメーションは初めて聞いたんだけど。え、じゃあそれでいこう。知りたい。それでいこうよ。知りたい。二択。二択でしょ。二択、うん。いいっすね。いや、いいんじゃないですか。ガリガリか、ぽっちゃり。もう、だからもう、究極の二択でね。極端でしょ。ガリガリかデブかどっちかでしょ。あ、やっぱり。ガリ終わり。そう、ガリ終わって。ガリ終わって。じゃあ、アンケート、今日行きたいと思います。今日肉厚デーということで、皆様、二択ですよ。二択で。ガリガリとデブ、どっちが好き。さあ。決めよう。確かにね。一番長いからね。でも、セイはだって細い方じゃん。細いの代表じゃん。どっちもやだってない。いや、俺どっちだろうな。でも、どっちかってデブじゃないじゃん。でも、こう見たら細く見えんの、俺。そうだね。まあ、なんでかな。隣の問題。隣の問題。隣の問題。完全に多分隣の問題。熊さんとレスラーみたいなやつ。なんかちょっと透けて見えるんですね。だから秋がちょっと一回こっち来てみて。そうだから秋、秋と優とこっち寄るんだ。ああ。めっちゃパンツ見えてる。あの絵柄的に真ん中重くね。真ん中ちょっと。真ん中の3人濃くね。重点は半端ない。重量あるな。重量感あるね。なんか、気持ちなんか、椅子が沈んでる。あ、来た。お、結構来た。おい、54% でガリガリになってる。あ、じゃあデブも接戦なんだね。すごい接戦。希望あるよ、希望。希望あるね。接戦だ。え、っていうことは、46% がデブですか。なんでデブの方がいいんだろうね、逆に。やっぱあれじゃない、包容力じゃないの。痩せてるよりは。
なんでもう完全にだってさ、もう画面越しでもうマスコットキャラみたいになってんじゃん、真ん中がホリデーがさホリデーだからガリガリなイケメンとめっちゃデブなイケメン、ああーあーなるほど、あガリガリ顔の話、顔は同じ、顔は同じっす、あ顔は同じ、ただ体がデブか痩せてるか、でもそうするとやっぱあれじゃない、 54% と 46% なんじゃない、ガリガリ、ガリガリでも自分より細いガリガリなのか、女の子より、それはお前すごくあれだな、家庭料理食わせたくなるな、拾えよなんで俺がなんで俺が投げると誰も拾わないのお前どんだけお前らのあれ俺ら拾ってやってると思ってみやこみやこ滑ってるよ、おいかもしれない皆まで言うな、落ちましたね落ちたね、マジめっちゃ腹立つ今日めっちゃ腹立つ、めっちゃ腹立つ、何その感じ、いつここ話聞きますよ、でもマジでありがとうな、なんか本当にお前ら俺のポジション1日でいいからやってみろよ、本当に立ち直れなくなるぞ、いやそれは大丈夫です、ナイキンさんは私の中ではデブじゃないっていう前向きな意見が、あ前向きな意見結構あるね、マジかデブじゃねえんだってことは、もまだいけるってことだ、まだいける、まだ太れるまだ俺いけるんだ、なんであれなんだろう、あの下しか見ないから、ちょっとあのレスラーレスラー髪型と色だろこれこれだろ、これとなんかピチピチの T シャツ着てるからだろ、前日ね、誰が全日ちゃうの、イベントのポスターめっちゃそんなんやったけどいやでもレスラーだとしたらだいぶイケメンだと思う、イケメンだと思うレスラーだとしたら、レスラーだとしたらちょっとフォローじゃない人気出るタイプじゃん、棚橋くらいまではいけるあ、あダメだ、なんか嬉しい、もうプロレスの話も結構いけるからいやでもそこまで、いやなんか本当にアメトークみたいになってくるだとすると健康場の位置確かにすんげー筋肉質に見えるね、見えるね、誰が田舎のヤンキーやね、真面目よ、かっこいいよそこまで来たら、かわいい、来たよかわいい、あきくんかわいい、おー、俺が行った、俺が行った、いいよ、いいよ、そういう意見いいよ、空気になってるって言われてるよ、どこ消えてるよ、顔濃いけど消えてるよ、どこに書いてある、顔一番濃いけど消えてるよ、左から2番目、左から2番目って言うとね、おー、言うとね、顔いっちゃん濃いのに、そう、いっちゃっこいに消えてるよ、空気に乗るのは得意です、ほら、ヨークさん、みやこ、でも拾わない、みやこ、仕事だよ、仕事だよ、もう一回言いますか、空気になるのは得意です、ほら、だから自分で処理しろよなんでだよ、なんかお前らうんこしてやったら絶対流さねえみたいな、みやこさんが流してくれればいい、そうだから流してちゃんとなんかやってんじゃん、みやこさんの役割はそれをくっせって言いながら流すよ、ふざけんなよちょっとちょっとニヤッとしながら、またかよ誰だよっつって、ほんとだと、カイさんずっと俺見すぎだ好きすぎ、カイさん好きすぎ、いやみやこ見てるのが一番面白いな、ほんとに、いや違う、なんか仕事終わった後ね、ずっとこのみんな帰るじゃん、まあ変だし、内勤だけになるのよ、内勤だけになる時間があるんだけど、あのその時が多分カイさん一番楽しいんだよ俺キャッシャーでね、やりながらね、やりながら俺が待ってるからで、その時にもうずっともうひたすらボケ倒してるみやこ、俺この時間が一番楽しいキャッシャー大好きなんだ、そうね、多分大好きなんだろうね、わかる、結構やりとり見てんの俺好きっすよ、ね、1回2名断りましたなんで断ったのなんで断っちゃったのっめっちゃそこだけ言ったら訳分かんなくなっちゃう、訳分かんなくなっちゃう、あれ7時台とかのすごい暇な時に、そう、ね、もう絶対初回の大丈夫っていう状況で、ね、まあ、電話取って俺がその時に宮古に初回断りますよってそう、言うのがもうなんか毎日の朝一の習慣になってる、そうそう、習慣だ、あ、それ面白いよ、そう、だからもうインカムあの飛んできて断りますよって言ったら俺いちいちキャッシャーまで走ってなんで断んのいちいちもう突っ込まないといけないあ、でも面白いわそれやりたい、俺らもやりたい、やりたいね、それね、そのためにキャッシャーなりたい、今日指名断ったとか言いたい予定聞かれる時に、いや今日さっきあったんですけどね、全部消えましたね今日大丈夫だ、今日違う、今日なんか違う、なんか今日なんか違うんだよね、違う、なんか違うじゃない、多分だけど、ハッ倒すんだと思う、なんでって思うのに、まだ何やると思ったんですか、いや、やっぱいいやつって言う、今日じゃないなぁ、休みの手にしました、いやでも今日さ、そのやり取りをやってたら、キャッシャーで、はい、で、キャッシャーでやってたら、ひょいって近くに俺からちょうど見えないところにいらっしゃったんだけど、
社長がひょいって顔出してきて、うん、あ、これふざけてると思われたかなってちょっと一瞬ビビったんだよ。いや、ふざけてんだよ。なんでふざけてると思われたら困る。大歓迎だよ、ふざけてると思われたら困る。インカム、あっ思わずそうなんですよね、このナイキーのそのインカム遊びってのもね、ちょっとベタベタの見どころの一つにしといて。しといて、ね、ただあんまお客さんから見えないです。見えない、まあね、見えない、そうそうそう、客席もあんま見えちゃまずいんだけど完全に見えちゃう。インカム一個ちょうだい。2人でただ楽しんでるんですよね。オナニーと一緒。オナニーナイキーになっちゃう。オナニーナイキーマジで、まあまあ、それはほら、俺らのモチベーション上げるためだよ。それも必要だよ。俺この前1日もう語尾にハハっていうのをつけてほんとうざい。今から60分1名が来るよ、ハハッって。ちょっとね、ミキ先輩リスペクトとか言ってみたりとか。それウォルトさんからなんか来ないですよ。著作権的な、ウォルトパイセンから、ね、ウォルトパイセンから。あとこの前は語尾に全部正宗つけろって。それは復帰してきた日に、そうそう、眼帯してっから正宗つけろ。そうだから、あ、それめっちゃ面白い。了解正宗、そうそうだ、了解正宗。そう、あ、それやりたいな。やりたいなじゃねえ。それやりたい。みんなに配りません。やばそうだな。いやもう、そしたら誰も客呼ばない。みんなで勝手に楽しんで終わっちゃう。いや本当にもうみんな来てください。 あとね、皆さん、ニコ生見てきたよっていう方ね、初回60分500円、90分1000円でやってます。あとウェルカムテキーラもねつけちゃいますからね、セイ。え、俺はいらない。いや、ちょ、お前の話じゃん。今初回に来たなっていう話をしてるもん。俺はお前、俺はテキーラとか大丈夫。誰もお前に飲ませねえ。あ、だから俺間違ってる。大丈夫、間違ってる。俺間違ってる。初回何時まで、はい、なんでね。はい、初回何時までなんで、あ、12時ぐらいだったら行きますよ。12時までだったら全然入ります。ちょっと電話してもらった方がいいですか。あ、電話してください。コミ用にもよります。ただ早めの方が入りやすいですよね。早めの方がみんな断る。ただ早すぎると俺が断っちゃう。そこはちょっと、いや、でも結構ね、1分前らしいですね。1分前で、あ、1分前、1分前らしいですよ。いや、もう本当楽しい店なんで、ぜひ皆さんフェデルタ来てくださいね。オナニー店なんで。オナニー店、オナニー店です。オナ店、オナ店ってなんかやばい。オナ店、オナニーの天ぷらみたいな。そこをあげた。お前楽しそうだな。今日楽しいっすね。ね、本当、じゃあぜひね、皆さん、本当ご来店お待ちしてますんで、クラブフェデルタよろしくお願いします。本当によろしくお願いします。さあ今日は、肉厚デーでお送りいたしました。来週も皆様ご覧ください。激アツシアルフェデルタ、イエーイ、キンキンデイ。この番組はご覧のスポンサー制作の Heyo everybody。 この動画は夜遊びを楽しくする目的で作られております。ホストクラブのお店探しなら Night 2、 総勢約1000人以上のホストたちとリアルタイムにネットで体感できる。もちろん全て無料でございます。見逃した放送はすべてこちら。パソコンはこちらをクリック、そしてスマートフォンは下の概要のリンクからチャンネル登録を今すぐ GO！ チャンネル登録チェケラー。